新しい憲法の話での戦争放棄の原則を表した差し絵。日本国憲法の三原則を表した差し絵。新しい憲法の話は太平洋戦争終結後に短期間使用された中学校一年生用社会科の教科書。1947年8月2日に当時の文部省は同年5月3日に施行された日本国憲法の解説のために 新生中学校一年生用社会科の教科書として発行した。憲法、民主主義とは、国際平和主義、主権在民主義、天皇陛下、戦争の放棄、基本的人権、国会、政党、内閣、司法、財政、地方自治、改正、最高放棄の15章からなり、日本国憲法の精神や中身を優しく解説している。 新憲法によって、主権者から象徴と位置づけが変わった天皇については、日本国民全体の中心とし、次のように解説した、私たちは天皇陛下を私たちの真ん中にしっかりと大きして、国を治めてゆくについてご苦労のないようにしなければなりませんと述べている。また、新憲法に消えられた平和主義、戦争放棄条項について解説する前に、読者である、 中学生に向けて次のように呼びかけた皆さんの中には今度の戦争にお父さんやお兄さんを送り出された人も多いでしょう。ご無事にお帰りになったでしょうかそれともとうとうお帰りにならなかったでしょうかまた空襲で家や家の日うちの人を亡くされた人も多いでしょう。今やっと戦争は終わりました。二度とこんな恐ろしい。 悲しい思いをしたくないと思いませんかこんな戦争をして、日本の国はどんな利益があったでしょうか何もありません。ただ、恐ろしい、悲しいことが、たくさん起こっただけではありませんか戦争は人間を滅ぼすことです。世の中の良いものを壊すことです。1950年に福徳本に格下げされ、1951年から使われなくなった。ジョンダワーによれば、 これは軍備廃止を賛美する新しい憲法の話の論調が朝鮮戦争を機に日本の再軍備が始められた現実と米国当局の新しい方針とそぐわなかったからである。戦争の放棄における戦争放棄と書いた大きな釜の中で軍艦や軍用機を燃やしその中から電車や船や消防自動車が走り出しその脇で鉄塔や 高層建築物が光り輝いて出てくる挿絵は有名である。1952年4月以降も小中学校で使用される社会科の教科書や副特本でこの挿絵が日本国憲法誕生時に関して使われることがある。著作権は旧文部省に属するが保護期限は過ぎてパブリックドメインとなっており各社から復刻版が出版されている。 1993年、富山雄三により、文章に曲が付けられ、合唱曲として発表されている。2016年には、本書の定裁と文体を取り入れて、自由民主党による憲法改正草案を解説した書籍、新しい憲法草案の話が出版された。1947年6月15日に、朝日新聞社から刊行された。 宮沢敏義著の同盟の書籍が存在する。2016年6月18日に三陸書房から復刊された。ありがとうございます。